お疲れ様です。スラットです。今年もね、にゃんこやっていきまーす。というわけで、皆さんね、明けましておめでとうございます。ちょっと、ね、新年になってからちょっと時間が経ってるかもしれないんですけど、まあ、にゃんこはね、ちょっと今年一発目なので、はい、挨拶は大事です。明けおめでとうことよろです。お願いします。ということで、今年もね、にゃんこやっていくんですけども、にゃんこね、ちょっと今年10周年ね、はい、なりましたね。今年、昨年の、11月に、はい。ということで、もう今年は10周年、いやー、っていうことでね、非常におめでたい年ではあるので、ちょっとね、ゴリゴリ寄り込んでみたいと思います。で、まあ今年の、まあ目標というとあれですけど、今年はね、まあ昨年同様ですけど、大狂乱ステージね、はい、もう全部、クリアしつつ、ちょっと他にもね、いろんな難しいステージもね、クリアしていきたいなかなと思います。はい。で、もちろんね、ガチャもたくさん引いて、もう全キャラ、コンプリート。はい、目指したい。ちょっと攻略すぎかな。ちょっと強すぎるんでね、あの現実的にまあ限定キャラは全部集めたいかなと思います。はい、やっていきましょう。さあ、で今日なんですけども、ちょっとね、宇宙編の方のこのストーリーを進めたいで、宇宙編までのこのお宝はね、ちょっと全部集めてるんですよね。はい。で、このちょっと第2章でちょっと行き詰まってるので、まあこっからね、今日は進めていきたいかなというところで、ちょっとニャンコスクラッチが、はい、ありますね。新春ニャンコスクラッチ、ニャンコはね、この優しいんですよ。これ絶対当たるんですよ。このハズレを僕はね、当てたことがないです。1等か2等しかないんでね。はい、まあ、一応でも今年僕は厄年なので、1999年生まれ。はい、ちょっと厄年なんで、逆にハズレを引いちゃうみたいなとこがあるんですけど、まあさすがに出ないと思いさ、ど真ん中で、ういまあ当たりますもう。ニャンコ優しいんでね。はい、神です、運営さん。もっとください。1500巻欲しいです。お願いします。ということで、早速ね、やっていきますか。火星ですね。まあ、地球はクリアしてるんですけども、火星で、はい、行き詰まっております。すでに。ステージ2つ目なんですけどね。ということで、パーティーもね、組みました。はい、こちらで行きます。エイリアン系がね、はい、すごい出るらしいので、ちょっとエイリアン対策もして、ちょっとアイテムも使わなきゃね、なかなか勝てないので、援護も使って、お金も使って、ちょっと一発でクリアしたいと思います。はい。景気よくね、新年一発で負けてる場合じゃないんでね。よし。まずゴリゴリ貯めて、ちょっとパスね、買ってるので、これ2倍どころじゃねえな。めちゃくちゃ早いんですよね。はい。連打も重要になってくるよと。で、このスターペンが、めっちゃついて書いてました。はい。相手のスターペン、星がおでこにあるやつですね。まあ、ほぼ全員あるんですけども、スターペンとカーバちゃんがね、ちょっと強いらしいんで、あと、ヤドカリーだっけな。はい。そんな名前をしてたと思うんですけど、いけ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 、マジで。え、勝てそうだね。俺、この火星、結構ガチで、5回ぐらい負けてるんですよ。なんですけど、今年の俺はちげえぜ。圧勝だ。え、でも、本当にこんなのに負けたんっていう。ね。あざっす。さあ、ちょっとヘボめのやつですからね。お宝ゲットです。いや、待って、思ったより余裕でしたね。どんどん行きましょう、どんどんね。はい。まあなんかね、キャラのレベルが全体的に上がったっていうのもありますね。そう、大狂乱系のステージアップクリアしたりだとか、いっぱいガチャ引いてね、いっぱいガチャ引いて、レベルだけ上がったんでね、それへんともないね、自分のニット系のレベルもちょっと上がったんでね、はい。順調です。さあ、木星も、やっていくぞ。さっきの感じ、だいぶ楽に勝てそうですけどね。まあ、あとアイテム使ってるのもあるかもしれないですね。この猫漂流機がエイリアンに強いんで、あれも、なんか相手、圧がねえな、相手。圧がねえ。で、俺の、もう一番のお気に入り、キャスリー、前までレベル30だったんですけど、なんと今、35超えて40です、はい。で、こっからは、大量に強いスラを出していって、さあ、どうせならキャスリーに対面も出したいけど、もうなんか、え？もし余裕か？年超えて俺めっちゃ強くなってね。おい、やばくね？なんか宇宙編こんな簡単だったっけっていう。さあ、続いて土星で、まあ、生産コスト300以上というわけでね、もう下調べね、僕してもう準備もしてるんでね、はい、ちょっと行きたいと思います。まあ、もちろんアイテムはフル装備ですよと。で、300円以上なので、盾をね、出せないんですよ。お、やばい。やばい、この、名前忘れた、メガネザル。強いんで。
強いんでやめてほしい。なんかね、効果力をいっぱい出しまくっとけば勝てるよって記事に書いてあったんですよ。そんな簡単かと思いながら、思ってるよりお金が余ってるだいぶ。で、この、ホムラちゃんが、可愛かったんで、はい、連れてきました。なんか枠が余ってたんでね。壁いないと。ああ、ホムラちゃん。ホムラちゃん？ホムラちゃんがやったか。さあ、ナイス。いいね。絶好調っすね、いきなり。さあ、次も、ね、同じですね。300円以上なので、この流れで、こんだけなんかスラスラいけると、あれだな。弱い者いじめしてるというか、なんか、本当にっていう。さあ、エイリワン。エイリワンと、ちょっとね、カメラの方がね、ちょっと止まっちゃって、音声もね、一瞬こうなくなっちゃったんでね、はい。ピュッて。というわけで、まあ、金星もね、はい、余裕で勝ちましたよ、さあ、え？何これ？出現する敵教えてくれないなんてことありますか？さあ、まあ、勝てるでしょう。言いましょう。さあ、壁も持ってこれたのか。さあ、カンガルーが来て、これ、リスントゥーミー。リスの名前がちょっと個性的すぎ、あ、これ、羊、ウルトラメイメイ。ウルトラメイメイが、めっちゃ強い目？あ、これ、しかもやばい。待って、バリアが。やばい、このバリアが突破できない。いや、頑張れ。ホームラン。お前、一緒にやられてるやないか。ホームラン。全然できんやん。あ、そういう感じ？いや、出せるやないかい。あ、単純に俺のユニットがつい、もう、あ、全然。見て、ホムラちゃん。あ、全然勝てました。よかったです。はい。あぶねえ、なんだったんだ。さあ、続いて太陽が、合計20体しか出せないよと、なんか、勝てそうっすね。このままね、はい、行きたいと思います。太陽。さあ、来た。メガデカワニ野郎ですね。そんな呼び方をしたらね、ダメですよと。ウサギ？あれ？なんか、勝てそう？マジで？なんか、気持ち悪いの出てきた。気持ち悪いの出てきたけど、お金をちょっと貯めるか。壁持ってないの。大体やるんかな。いやでも、少しだけお金貯めさせて、いただきの、口から出てる。口から出てるって。でもなんか、壁いなくても、だいぶやれてるな。さあ、まじ猫ムートがさ、なんか無課金でも手に入るんですけど、最強すぎて、なんかとりあえず猫ムート入れとけばね、何でも突破できる説があります。さあ続いて、ウラヌス。なんかこれ第一章で結構強かったイメージあんな。さ、1ページ目のみなので、ホムラちゃん入れてる場合じゃないです。ごめんね。可愛いんだけどね。バイバイ。だいぶ悩むんですけど、これにしようかな。ちょっとエイリアンに対して強いのがやっぱ大事なので、さあ1ページ目のみ、ウラヌス行きましょう。まあ言うてなんか強いやついればね、なんとか、なりそうですが、さあ、エイリワンとワーニックがね、攻めてきます。メガデカワーニック。このね、強力、結構好きなんですよね。エイリワンに強いんで。で、お金を貯めて、ミタマとキャスリーとマリンちゃんで、さあ、ワンコ。殺意のワンコちゃんが、ああ、殺意全然感じなかったな。あ！ボッチャ。ボッチャイノシシ、イノバルカン。かっこいい名前だ。ほら。いけ。なんか、軽そうだな。さあ、エイリアンを、遅くしつつ、ダメージも抑えて、でも最強だ。対エイリアン3体入れて、キャスリーもね、属性持ちに強いんで、さあ、とか言ってるとーい。というわけで、ストーリーもちょっとだいぶ進んだな。正直ね、火星クリアできるかどうかもだいぶ不安だったんですけど、結構満足もしたので、ちょっとガチャもね、引いていこうかな。じゃあ、ごく猫サイが来てます。はい。ごく猫サイと超猫サイがあって、ごくの方ですね。はい。黒色の、キャラが出る方ですよと。
超激レア出現率超アップ中です、はい、とのことなので、課金します。さあもちろん3900円でいこうか。これ30連できます。もう30連もあれば一旦ね10体ぐらいは出てほしい。で、僕の狙いなんですけども、ガルディアンと、まあ、黒キャス、黒ミタマ、すかね。あ、黒ミタマ、まあ、そういえば天に出たな。あの、年始に、そう、年明けて直後にね、超ごく猫祭があったんですよ、多分。その、もう超猫祭も、ごく猫祭も両方のキャラが出るっていう、もう神ガチャがあって、もう引くしかねえじゃんっつって、あの、バリ課金したってあんま言えないぐらい。課金したら、ダークイズ。いや、めっちゃ可愛いし、かっこいい。そして、あー、黒御霊ですね、はい。黒鳥の御霊ダーク。うわー、もうこういうキャラ大好き。なんか黒紫系のね、イメージがあるキャラクター大好きなんですよね、と。まあ、この2体はね、ちょっとゲットして、強くなった私ですけど、まあ、ここでさらにね、強くなりたいと思います。まあ、でも狙うは、ダークキャスリー一択みたいなとこあるっすね、はい。持ってない限定も嬉しいんですけどね。黒キャスね。あの、最強キャラらしいんですね。まあ、にゃんこ上で一番強いって言われてるんで、一発で仕留めたいと思います。ガチで黒キャス来い。来い！え？も？ああ、一発目から超激レアよ。え？いいんじゃないの？ペース的にはね。さあ、限定が欲しいよと。全然いらないね、この辺。だいぶ見慣れた顔立ちだ。はい。まあ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 。悪くはないっすね。次から、キャッツアイももらえるよと。金に光ってると、確定みたいなね、ありましたけど、さあ、マッスルみかんさん。あ、溶けるか。結構レアなキャラなんですけどね。持ってるのでいらない。うわー。爆死落ちやん。やばい、待って。感がない。ちょ、本当に。ガチで、黒キャスお願い。本当に欲しい。本気で欲しいの。思い伝われ、届け。今年の俺はちげえぞ。今年の俺はちげえ。違うはずなんだ。うわ、マジやばい。全然。うわ、やばい、マジで。もう全然ヘボ。だって去年、その一発目で伝説引いたよ。引くまで足せばいいだけだ。マジやばい、ちょっと待って。俺こんな課金することでもあんまないとさ。もうやばい、やばいけど、もうこれラストです、はい、いきます。引くしかない。本気で黒キャスお願い。本気で欲しい、お願い。おお、鬼ニャンマはあの、通常のキャラで限定とかじゃないキャラの最強です、はい。もう嬉しいけど持ってる。複雑っすね。うわ、マジ黒キャス。ちょ、誰か黒キャス持ってるとさ、俺と交換しない？俺のこのなんか、貯蔵庫にあるキャラ全部あげる。まあ、全部あげるから、黒キャスと交換してくれ。そんな機能ねえか。うわ、ちょ、待って、めっちゃ強い。これも、限定じゃないんすけど、めっちゃ強いの、クロノス。あ、持ってる。うわ、持ってる強いのめっちゃ出るやん。ちょっと待てよ。うわ、限定なかなか出ねえ。本気でやばい。どうしよう。うわ、本気で出ない。よし、泣きそう。うわ、これやべえ。マジ、マジで、ちょっと、マジで本気で、本気で課金できない。本気で金ない。本気でやばい。うわ、こんなに苦しめられるんだ。新年一発目から。これが、爆死というやつなのですか。皆さん。いらない、いらない、おた猫。俺みたいやんけ。ちょっと。うわー、ここでたまたま出てこい。あ、お前しか来ねえやん。うわぁ。いやぁ、さすが。さすがにこれ、許されないか。うわぁ、ガチで、今月もやし食います。ラスト3回10連で、もう出なかったら、出なかっ
ったらもう知りません。言います、本気です。俺は今年にゃんこに本気です。黒キャス来い。黒キャス出れば、やばい、ちょっとこんな出ねえか。おい、だいぶ引いてっぞ。新年一発目からよ。じゃあラスト20連。やばい、超激レアも出なくなった。やばい、ちょっと待って、こいつやばい、無理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 、もう怖い、マジで無理、本気でやばい。ちょ、マジでラストです。ガチラストいきます。この運命かかってます。ちょ、マジで黒キャス、黒キャス、こうしっかりよしよししてあげてこれで黒キャスも喜んでくれる。来い、こっちの世界に。1、2、3、4、せめて超激レア8、ラスト、ラスト。おい、引いた意味ねえやんけ、最後何もなかったやん。うわー、最悪だ、厄年オツだ、メンタルいかれます。限定一体も当たりませんでした。はい、強いキャラはね、ちょっといっぱい出たんすけどね、全部持ってたな。いやー、マジ、超極猫祭で、だいぶ、神引きしたっすね、そう考えると。限定持ってない強いの2体手に入れたんで、わー、マジ、毎月お願いします、梅さん。課金しないって言ったんですけど、超極猫祭、毎月来てくれると課金します。超極猫祭待ってます。なんか年2回ぐらいしかないらしいんですけど、毎月に設定変更のほどお願いします。本気でやみます。ということで、新年早々大爆死、動画になっちゃったんですけど。まあ、でもステージ進行の方はね、結構ペースが良さそうでしたね。まあ、だいぶガチャ引いたのもあるし、だいぶね、ステージも対策したのもあるんですけど。今年も頑張ります。いやー、マジで今年はニャンコ10周年イヤーということでね、こんなんじゃね、終われないっす。はい。こっからマジで爆上げしてね、10周年っすよ。こんなんね、嘘。10周年なわけがないんでね、ちょっとね、負けじと次引けばいいんでね、はい。頑張りたいと思います。皆さんもニャンコね、10周年を機にね。こんな俺を見たらやれねえな。はい。では、お疲れ様でした。またね。